カルロ・アデモロはイタリアの画家である。イタリア統一運動など同時代の出来事を描いた作品で知られる。フィレンツェに生まれた。祖父のルイージ・アデモロはミラノ出身の画家で1789年からフィレンツェの美術学校で教授を務めた人物である。カルロ・アデモロは1838年にフィレンツェの美術学校に入学し、ジュゼッペ・ベッツオリに学んだ。 アデモロの一族は自由主義の支持者で、1848年の第一次イタリア独立戦争に8人のいとこたちのうち7人が義勇兵として参加した。フランスのバルビゾン派の影響を受けて、トスカーナの村、スタッチャで風景を描いたスタッチャ派の画家たちや、フィレンツェの芸術家たちのたまり場であったカフェ・ミケランジョロに集まったマッキア派の画家たちの中で活動したが、 伝統的な絵画のスタイルを守ったとされる。トスカーナのアペニン山脈の風景を描いた風景画や風俗画を描いたが、特にイタリア統一運動の出来事を題材にした作品を描いた。これらの絵画は1859年に第二次イタリア独立戦争に参加する軍を追って行動した経験や事件の当事者に会って話を聞くなどして描かれた。有名な作品には、 第二次イタリア独立戦争中のソルフェリーノの戦いの時にオーストリア軍のために井戸に水汲みに行かされて戦争の犠牲になった農家の女性アンナ・クミネロを描いた作品などがある。1911年にフィレンツェで亡くなった後イタリア統一歴史博物館エスティジュート・パーラストリアデル・リソルジメント・イタリアーノにアデモロの手紙などの資料が寄付された。ありがとうございます。